人類の歴史的性への執着はあらゆる病を根絶し、人類に不死の力をもたらしました。子孫を残せない未来なき混沌、歪んだ種の孤独と破壊、人類は新たな生命の基盤を作り出すことで希望につなごうとしていました。人は神ではないが、科学によって生み出された神なら新たな種を作り出すことはできる。人類史上最高の科学者たちが、史上最高のエネルギーである半物質凝固体から超科学の生命ベネガットを作り上げたのです。しかし半物質体であるベネガットの出した人類への答えは恐るべきものでした。死を崇める狂信集団を率いたベネガットによる反乱の火種は瞬く間に地上を覆い、統一され平和の美酒に溺れていた脆弱な地球は自らが作り出した悪魔の手で終焉を迎えたのでした。Back to my home.